スラブ軍団は、香港に拠点を置いていた、民間軍事会社、スラボニッチ軍団とも呼ばれる。民会警備会社、モランセキュリティグループの構成員、バギムグセフとエフゲニー・シドロフの二人によって、ロシアでは非合法な事業であったため、香港で登録された、ロシア系 PMC の先駆けである。所属メンバーは、ソブル、VDV やスペーツナズなどに所属していた経験があり、 その多くは、タジキスタン内戦と、第二次チェチェン紛争での従軍経験を持っていた。2013年、ベイルートに到着したスラブ軍団は、最初にダマスカス、そしてラタキアのシリア軍基地に移送、デリゾール県の油田を守れと指令を受けた。しかし約束された T-72 の代わりに、団員は、金属板で覆われたバスを提供され、デリゾウ旅に向かう途中で、 シリア空軍のヘリコプターに遭遇し、送電線に衝突して、キャラバンに突っ込み、受け負い業者の一人が負傷したなどという、アクション映画メーター事態に遭遇した。他に、アルスクナで、シリア軍を強化せよと命令され、そのシリア軍と任務を遂行。シリア軍の自走砲と戦闘機からの航空支援の助けを借りて、かなり有利な状況で、在州アルイスラムの戦闘員から人質を、 奪還しようとするが、作戦中に6人の隊員が負傷、目的達成に失敗したメンバーは、モスクワに戻り、ブヌーコボ国際空港に到着すると、待っていたのは、FSB だった。メンバーは、傭兵として行動した容疑で拘束され、ロシア刑法第359条に、基づき処罰されることとなった、同社が香港に登録されていたにもかかわらず、代表者のグセフと、 シドロフも2014年10月に起訴され、有罪判決を受けた。ありがとうございます。